行います。まず令和5年度無償資金国や中央医学研究所研究機能強化計画に関する交換公文の交換を行います。交換者は岡庭駐ケニア大使とムダバティ内閣筆頭長官兼外務ディアスポラ担当長官です。またこれまでされてきました長崎大学の長安学長及び金子教授にも陪席いただきます。次に総務省とケニア情報通信デジタル経済省との情報通信技術分野における協力覚書の交換を行います。交換者は松本総務大臣とブダバディ長官です。次に国土交通省とケニア道路運輸省とのケニアにおける PPP プロジェクト開発の協力に関する協力覚書の交換を行います。交換者は斉藤国土交通大臣とムルコメン道路運輸長官です。次に防衛省とケニア国防省との防衛協力交流に関する意図表明文書の交換を行います。交換者は鬼木防衛副大臣とムダバディ長官です。ありがとうございました。続きまして日本ケニア両国首脳による共同記者発表を執り行います。まず岸田内閣総理大臣からご発言いただき、続いて